高校生のための整数問題解法。今回は素数と整数論の基本定理の3回目となります。約数の個数と相和について学びます。ここでは自然数 N について N の約数の個数をタウ N、約数の相和をシグマ N で表すことにします。また約数はすべて正のものに限るとします。まず約数の個数と相和について次の定理が成り立つことを証明しましょう。L が異なる素数 P1、P2、PS を用いて P1 の N1 乗、P2 の N2 乗、PS の NS 乗で表されるものとします。ただし N1、N2、NS は自然数とします。括弧1、N の正の約数の個数タウ N は N1 プラス1かける N2 プラス1かける NS プラス1で与えられる。括弧に N の正の約数の相和シグマ N はシグマ P1 の N1 乗かけるシグマ P2 の N2 乗かけるシグマ PS の NS 乗で与えられ、この値は P1 の N1 乗プラス P1 の N1 マイナス1乗プラス P1 プラス1かける PS の NS 乗プラス PS の NS マイナス1乗プラス PS プラス1となる。では証明していきましょう。まず括弧1です。P1 の D1 乗、P2 の D2 乗、PS の DS 乗を N のある正の約数とし、その値を D とします。この時、1以上、S 以下の任意の i について、DI 小なりイコール NI となるので、DI の選び方は、0から NI までのNi プラス1乗通りあります。したがって指数の列 D1、D2、DS の定め方は N1 プラス1かける N2 プラス1かける NS プラス1通りあることになります。これらのそれぞれと N の約数が1対1に対応します。次に括弧2です。pi は素数なので pi の si 乗の約数は 1pi、pi の2乗、そして pi の si 乗で尽くされます。よって pi の si 乗の約数の相和は1プラス pi プラス pi の2乗プラス pi の si 乗で与えられることになります。それらの積を s とします。この S の右辺を展開すると、その括弧はそれぞれの i について pi の α1 乗、p2 の α2 乗、ps の αs 乗という形になります。ところが展開してできるこれらの項全体の集合は自然数 n の約数全体の集合に一致します。よって求める相和はこの S に等しいことになります。S の各因子を等比数列の和と考えれば、pi の ni 乗プラス pi プラス1は、pi マイナス1分の pi ni プラス1乗マイナス1となるので、括弧2の式を得ることができます。今の定理より次の形が得られます。自然数 ab が互いに素であるとき、シグマ AB イコールシグマ A かけるシグマ B が成り立つ。では、例題を一つやってみましょう。括弧1、36のすべての正の約数の個数を求めなさい。括弧2、36のすべての正の約数の相和を求めなさい。括弧3、36のすべての正の約数の逆数の相和を求めなさい。括弧4、36のすべての正の約数の積を求めなさい。では回答を作っていきましょう。まず括弧1です。まず36を次のように素因数分解します。よってそれぞれの素数の指数に1を加えた数の積で約数の個数を求めることができます。
次に括弧2です。先ほどの定理より約数の相場はそれぞれの素因数の1から指数上までの和を求め、その積で与えられるので、次のようになります。では、括弧3の逆数の相和を求めてみましょう。つまり、次の式の値を求めれば良いことになります。この値は36で通分すると、36分の36の逆数の相和となるので、括弧により36分の91となります。最後に括弧4の全ての正の約数の積を求めてみましょう。つまり次の値を求めれば良いのですが、積が36となるような2つの数でペアを作ることを考えます。ただし6だけが1つ余ることに注意してください。これより36の4乗かける残りの6との積となります。それぞれ素因数分解して次のように求めることができます。計算が大きくなるのでこのまま残してあります。最後に約数のペアと積に関する次の定理を証明してみましょう。括弧1、0でない整数 AD に対して D が A の約数ならば D 分の A もまた A の約数である。括弧2、自然数 N の正の約数の個数単 n は n が平方数のとき奇数で、n が非平方数のときは偶数である。さらに n の正の約数すべての積を pn と置くと pn イコールルート n のタウ n 乗となる。では証明していきましょう。まず括弧1です。 d が a の約数ならば a イコール d ダッシュと置くことができます。d' イコール d 分の a より a イコール d かける d 分の a と変形することができるので、 d 分の a もまた a の約数となります。次に括弧2です。ルート n 未満の n の正の約数を小さい順に d1、d2、dt と置きます。この時括弧1よりルート n より大きい n の約数は順に dt 分の n、dt マイナス1分の n、そして d1 分の n となります。ここで n が平方数のとき、n の正の約数の個数は 2t プラス1となります。かけて n となる約数のペアを作ると t 個できて、先ほどの6のようにルート n だけが残るので、pn イコール n の t 乗かけるルート n となります。これを変形するとルート n のタウ n 乗となります。 n が非平方数のときは n の正の約数の個数は 2t となります。かけて n になる約数のペアを作ると今度は偶数なので t 個できます。よって pn の値はルート n のタウ n 乗となります。では今の結果をもとに、先ほどの n イコール36の場合で正の約数すべての積を求めてみましょう。まず正の約数の個数は9でした。正の約数すべての積はルート36の9乗で求められます。よって2の9乗かける3の9乗となります。では次の練習問題をやってみましょう。練習問題の回答をご希望の方はチャンネル登録をお願いします。コメント欄に回答希望と入れてください。この講座で扱った内容は次の書籍に載っています。 Amazon で購入することができるので、ぜひご購入よろしくお願いします。次回は素数と整数論の基本定理の4回目となります。完全数について学びましょう。それでは次回またお会いしましょう。